サーキットおかみです。こんにちは、こんばんは。今日ですね、8月17日17ですね、木曜日、自分にとっての夏休み最後の日です。今日までお休みを取っています。それで、家でダダッと過ごしていました。昼はね、ブーストの時間メニューオンにしてましたが、2時間でね、2件しか取れなかったかな。でもブーストがついた、400円ブーストのついた、ケースだったので2000円超えてると思います。それっきり、またオフにして、またブーストの時間が始まったのでオンにしました。そしたらですね、今、向かっているのは相模原駅前店のオリジン弁当です。いや、今日なんかさ、めちゃくちゃまた暑くなっちゃったからさ、猛暑でこんなのさ、できないよなので、せめてブーストの時間だけはね、何の音、 RZ の音かな、懐かしいですねブースト、なんだっけ、ブーストの時間ぐらいはね、メニュー配達を今から動画を撮ってね、やります。こんな動画しかね、YouTube に上げる動画はありませんが、数少ない、配達動画不安の皆様、今日も連日の動画投稿となりますが、動画をアップします。廃屋も192円、もう少し経ったらなんかレギュラーでも200円いっちゃいそうですよね。それでですね、オリジン、キッチンオリジンの相模原駅前店さん、ギリギリですよね、ここブーストが効いている。本当相模原エリアはね、ブーストがちょうど境目があってね、怖いんですよはい、受け取り完了です。オリジンキッチンさん、相模原駅前店さんでした。ね、だいぶ8分ぐらい早く着いたんですが、できてました。ナイスタイミング。はい、配達先は千代田という住所になります。中央区千代田。まあここから3キロぐらいですかね。行きましょう。はい、配達完了です。今の配達は990円でした。さて。なるべくね、橋本寄りにいた方がいいですが、せっかく撮影しているので橋本に向かいたいと思います。あれ、どうしたんだろう。はい、橋本でね、ちょっと5分ぐらい地蔵してましたから、がなったと思ったら八王子ですね。しかもブースト街のスシロー八王子長沼店さん行きます撮ったからね、撮ったから行くよ、頑張ります。はい、ここは、橋本の駅前ですね、行きましょう。
橋本から、八王子長沼店さんって結構ね距離があるんですよ。信じられないぐらいあるんですよ。しばらく道なりです。ほんとこのバイパスがなかったらもうとてもとても行く気になれないというか、あっても行く気にはなれないんですが、多分ねこのバイパスがなかったらめちゃくちゃ時間かかるよね。30分ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。こちらを出ます。こうさ右折するタイミングってちょっとさ難しくて、向こうから来る車が対向してこっちの左ウインカー出してる人がみんなあそこ曲がるとは限らなくて、こっちを曲がる人はいいんだよね。あと直進する車もいるのでなかなかこう曲がる、西に進みます、右折タイミングが取れないんですよ。それでですね、こうやって一緒に曲がっ向こうからも来て一緒に曲がったりするときはこう何ですか、左車線と右車線に分かれればいいんだけど、自分が右を選んでも向こうから来た車が内側をね走ったりして、まあいいや言ってることよくわかんないよね寿司堂到着です。うわ自転車が多いよ今日。よいしょ、子供たちですかね。はい、ピックアップ完了です。で配達先がですね八王子市小安って住所なんですが、確かなんか南西に進みます、駅前の方だよね小安ってね。行きましょう。空が綺麗だけど、まあちょっと待ってください、 お寿司だから慎重に慎重に。本当にあのブレーキとかねかけちゃうと転がっちゃうからね寿司がまだねちょっと一人前のパックだったの、パックになってたからおそらく寄せてあると思うんでね。揺れないでくれ、揺れてるガタガタするからな。はい、配達完了いたしました。今の配達報酬は780円でしたね。距離があっただけにね、どうかなって感じさて橋本戻りたいですね。はい、戻りましょう橋本に。でもね、八王子もオンにしたままでしたが、なりませんよね何なんだろうね、休み明けでみんなお金がないから、こう何デリバリーとか贅沢なものは頼まないようにして節約してるんですかね。橋本に戻ってきました。この間もね全くなりませんでしたね。どうなってんだ、なんか全くなる様子がないですね。アリオでも行ってビールを買っておこうかな、昨日飲んじゃったから。あ、ビールは嘘ですね、あの第3のビールですね全然ね鳴らないんですよね一応ねオンにしたままなんだけどね、まあいいや
はい、時間の方はですね7時半ぐらいかな、34分です。なりませんので終わろうかなと思ってます。一応ね、ブーストの時間だけメニューをオンにして、昼もね、昼も2件だったかな、昼2件、そして夕方、まあ、5時から8時までが、ブーストの時間ですが、まあ、ちょっと早いですが午後も2件、合計ですね4件、4配達しかしないんですね。4配達で4039円となりました。なんでしょう、注文者がいませんでもね、3つが、400円ブーストついてるやつなんで、まあそれは良かったかな。1200円、本当だったら1200円もうちょっと低いわけなんで。しかしね、やっぱ渋いですよ。では、またまた近いうちに配達動画かモトクロス動画をアップすると思うので見てください。じゃあまた。目立ったもん勝ちということで